大阪外国語大学。1921年に大阪市で大阪外国語学校として創立。1949年に大阪外国語大学として大阪市天皇寺区上本町において設立され、1979年に美濃市へ移転。2007年10月に大阪大学と統合した。外国語教育を行う管理専門学校。 外国語学校の旧制大阪外国語学校を前身とする大学である。日本には2007年、平成19年9月30日まで外国語学部のみを置く国立大学が2校存在したが大阪外国語大学はその一つであった。もう一つは同じ旧制専門学校の外国語学校を起源とする東外国語大学。2007年に 大阪大学と統合した結果、現在は、大阪大学大学院言語文化研究科言語、社会専攻、大阪大学外国語学部となっている。多岐にわたる言語、地域文化の専攻があり、他に、例の少ない北欧やアフリカの言語まで、幅広く扱っていること、また、地域文化学科では、そのように多岐にわたる、地域研究を専門とした点が特徴であった。 同時に、この大学は、外国語教育を主体とする人文、社会科学の国立大学であるというスタンスも、取っていた。外国語学部国際文化学科においては、1、2年次には、週5時間専攻後を主に学び、その言語教育を基盤にした上で、3、4年次では、各自の専門分野を主に学ぶという形を取ることで、言語、情報、文化、政治、経済、資源、 環境などに対する専門性を同時に身につけることを目標としていた。東京外国語大学とは姉妹関係にあり、運動会所属団体、体育、運動警部活動による東西外国語大学対抗定期戦が毎年行われていた。1991年、平成3年には外国人留学生のためのコースを開祖した留学生日本語教育センター、 現、日本語日本文化教育センターを大学に併設した。主に、日本国の国費留学生を受け入れており、特に文部科学省の国費学部留学生、日本の大学学部へ入学するコースの日本語、教育は、旧、大阪外国語大学、現、大阪大学外国語学部以外で、東京外国語大学、留学生日本語教育センターでしか行われていない。その他、 国費の研究留学生、日本語日本文化研修生等の日本語教育、交流協定校との交換留学生の日本語教育も行われた。25の専攻語以外にも、研究外国語科目という形で、多くの外国語の授業が開講されており、その数は100を超える。具体的には、関東語、満州語、アイヌ語、ウイグル語、ソグド語、チベット語、 カレン語、オセアニア諸語中の一徳ピシン語、シャン語、モン、クメール語派の諸言語、サンスクリット語、パーリ語、ネパール語、ヘブライ語、西部ヒバント諸語のハウサ語、西部バント諸語のリンバラ語、チェコ語、ポーランド語、古代教会スラブ語、リトアニア語、オランダ語、ケルト諸語のウェールズ語、カタルーニャ語、ルーマニア語、ラテン語、古典ギリシア語、計画言語、エスペラント、 ごなどがあった。これらの授業のうち、多くのものが毎年、その他は各年、あるいは数年に一年というような形で、毎週開講されていた。一部短期集中講義形式あり。卒業後の主な進路として、外務省などの官庁や商社、石油系、航空系、マスコミ系が挙げられ、メーカーでも海外部に配属されることが多いという。また、その他の分野でも、 パナソニック元副社長小井沙織行を同窓会、昨夜会の会長イコール2011年からなど関西を中心とした有力企業の多くに役員クラスを輩出しておりまた関西大学の川田定一や滋賀大学の成瀬達夫神戸市外国語大学の東谷英人など出身者が近隣の国交私立大学で学長を経験しているほ他芝良太郎 チン春春、赤尾投資など文学界へも人材を輩出している。2007年6月12日に成立した改正国立大学法人法の施行に伴い、同年10月1日付で国立大学法人大阪大学と統合した。旧国立大で14組目の統合で、旧帝国大学では2003年、平成15年の九州大学九州。 芸術工科大学に次ぐ二組目。大阪外国語大学と大阪大学の統合は、2001年6月、第1次、小泉内閣の発表した、国立大学の国際競争力の向上を目指す、構造改革構想、いわゆる、演算プランが背景にあるとされる。統合について、大阪大学は同年末の段階で、具体的な相手と協議中と表明。また、 同様に、具体的な相手と協議中と表明した、大阪教育大学が、大阪大学や大阪外大との統合を視野に、入れ検討中文部科学省への報告で答えており、国立大学の統合再編の機運が、大阪府でも2002年から高まっていた。2003年の国立大学法人法試行を受け、単位互換制度や、地域交流で進行のあった大阪外国語大学と、 大阪大学が2004年4月、統合再編も視野に検討を始めることを、国立大学法人の年度計画に明記、両大学の連絡協議会を設置し、議論を始めた。そして2006年、平成18年3月23日、両大学の学長が2007年10月の統合、2008年4月の新規学生受入れを目標として、統合推進合意書を締結。 記者会見では、大阪外大が培ってきた諸言語の研究や教育をより発展、推進、大阪外大のこれ長春学長、外大の多彩な言語と国際文化教育を取り入れ、他にない教育を展開、阪大の宮原秀夫総長と述べた。2007年10月、両大学が統合、旧大阪外国語大学のキャンパスは、 大阪大学美濃キャンパスとなった。統合に際して、大阪外国語大学外国語学部、国際文化学科及び地域文化学科、夜間種コースの新規学生募集を停止の上、新たに大阪大学外国語学部外国語学科となった。また、大学院研究科では、旧大阪外国語大学大学,大学院言語社会、研究科は、旧大阪大学大学院言語文化研究科と、 統合し、大阪大学大学院言語文化研究科、言語社会専攻となった。2008年度以降入学の学部生は、新家庭外国語学部外国語学科の講義を、1年次に、町金山の豊中キャンパス、豊中市町金山町、2年次以降は、未納キャンパスにおいて履修する。統合後には、豊中、水田、水田市、山田隆史、未納の、 各キャンパス間にシャトルバスが設置された。ちなみに、大阪外大正門の大阪外国語大学の校名を記したプレートは2007年9月28日に撤去され、10月1日には大阪大学のプレートが除幕された。大阪大学となった美濃キャンパスは大阪外大創立100周年、半代90周年となる2021年春。 お同じみの市内の繊維おろし商団地のある、船場東地区、みのう船場、新線上に全面移転する。新しいみのうキャンパスは現キャンパスから南西に約4キロメートルの距離で新設される北大阪急行電鉄、北急みのう船場半大前駅、みのう市、船場東近くに建設。豊中、吹田キャンパスの中間にある大阪大学が世界に向かう。 ヘッドクォーター、司令部となるポテンシャルを持つ場所、平野都市を総長に、都市型キャンパスとして整備される。背景として、見直しが繊維卸し賞の数で4割減った、繊維団地の活性化として、北急の新駅、見納船場半台前前の面積33,400平方メートルの土地区画整理事業を推進。卸し賞団地組合も1964年、 昭和39年設立時から北急の延伸を要望。2008年美濃市長に就任した倉田哲郎が延伸実現を選挙公約に掲げており、事業を加速させた。新キャンパスに合わせ、美濃市も文化拠点を建設。市民ホール、1401席の大ホールと300席の小ホール、図書館、生涯学習センターで構成される複合施設で、 138億円を投入する。また、美濃市と大阪大学、卸商団地組合が連携し、スポーツ科学、ヘルスケアの拠点施設、関西スポーツ科学、ヘルスケア総合センター、歌唱も整備される。駅前の土地区画整理事業地の一部を美濃市が買収し、現キャンパス跡地と交換。再開発地域は、図書館や市民施設、 アパートなどが作られる。その一角の高層ビル一棟が外国語学部となり、隣の一棟が寮及び留学生会館となる。また、大阪外国語大学記念ホール、歌唱も設置し、大阪外国語大学百年誌、写真で見る外国語学部礼礼の歩み、歌唱出版屋と式典も計画されている。なお、現キャンパス跡地は、土地、建物を一旦、 見直しが購入するが、売却や、総合運動場などとしての有効活用を、検討する。大阪外大公認の学園祭。11月上旬に3日間にわたり開催された。外国語劇、模擬展、展示、学生によるコンサートなどが催される。中でも、外国語劇は、外大ならではの目玉イベント。各国語化の有志が日夜練習に励み、 その成果を公にする場でもある。また、2005年度には、笑い飯、ザ・プラン級、剣道小林が、来場、講演した。なお、大阪大学との統合後に開かれ、最後の間谷祭りとなった2007年度には、大阪大学との統合に伴う規模の縮小という、観点から2日間に短縮され、10月27日28日に、開かれた。 2008年度以降は、実行委員会も、解散済みであり開催される予定もないが、外国語劇のみ独立した形で、語劇祭として2008年から開催されている。7月上旬に開催。多くの模擬店が出店し、民族料理などを販売するほか、各サークルによるパフォーマンスや展示も、校舎内外を問わず活発に行われる。最大の見どころは盆踊り、学生、 留学生、地域住民がグラウンドに集い、外大温度を延々と踊った。ただし、またに祭りで催される、ご劇については、夏祭りでは催されない。2007年度の夏祭りは、大阪外大最後の夏祭りと題して開催され、2008年には、非公式行事として開催された。その後、夏祭り実行委員会は、大阪大学公認団体となり、 夏祭りはその後も毎年開催されている。なお、よく、夏祭りとする表記が見受けられるが、正式には、夏祭りである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。